圧巻だったのが第2ラウンドキューバ戦。負けたら終わりの重圧の中、岩隈は見事なピッチングを見せた。狙い通り決め球はフォーク。そしてシュート。キューバ打線に内野ゴロの山を築かせ、優勝候補キューバを相手に6回を投げ堂々の無失点。岩隈の自信あふれる投球が侍ジャパンに大きな勢いをもたらした。そうですね、まあ、やっぱりプレッシャーもすごく感じましたし、負けたら終わりっていうのはあったので、とにかく一人一人大事に思い切って投げましたし、とにかく低めのコントロールもうまく決まって、バッターを翻弄できたというか、自分らしい粘り強いピッチングができたと思います。優勝ね、世界一取りたいと思いますし、今日は本当にテレビで応援してくれた、ファンの皆さん、応援ありがとうございました。ワールドベースボールクラシック決勝戦、それは連覇を託すにふさわしいピッチングだった。初回、先頭のイヨンギュを三振に仕留めると、3つのアウトを取るのに要した球数はわずかに10球。この日の岩隈は時にたけだけしく三振を取りに行く。そして時にクレバーに、韓国打線に攻略のヒントさえ与えない完璧なピッチング。5回、油断一瞬。連続を味わったから心は折れない。ランナーを出しても牽制で釘付けにすると、イメージ通りの三振ゲッツーで切り抜ける。男は教えてくれた、止まない雨などないのだと。岩隈投手に来ていただきました。大好き人でした。ありがとうございます。大変な思いだったでしょう、決勝の先発。そうですね、まあ最後は、ね、楽しもうというふうに思いましたし、みんながついてたので堂々と思い切って投げることができました。 WBC の先発、決勝の先発、どういうものでしょうか。まあ、やっぱりすごい、緊張もしましたし、すごい大役を、ね、任せてもらえたというのはすごい自分自身も、すごい、いい経験になりましたので、これを自信にしてこれからの野球人生頑張りたいと思います。